坂本勇人35の成績すごい。1ヶ月怪我で離脱したのにこの成績って地味にすごくね。ケツな穴ドーピング。ヤクルト村上より OPS 高い35歳ショート。マジでいつ衰えるんや。強者男性なのに女には母性を求めるの怖い。ケツ穴掘りを結果で黙らせた男。20本打つなら2割5分になるとか言ってた無能。でもメジャー行かない雑魚じゃん。開幕20打席無安打の時はついに終わったかと思ったが、これでイケメンだか身長性格石ときたらそりゃ女には困らんよな。坂本6億ってクソコスパいいよな。ひょっとしてここから和田曲線ある？アンチって毎年春先不調の坂本にぬか喜びさせられてるよな。若い頃は各編集料、今は劣化って。春先は終わったと思ったのになんで上がるんや。来年契約切れるんやろ。巨人何年契約提示するんや。序盤の極度の不振は何やったんや。人格以外はレジェンドという典型的巨人選手。努力してる感案は出さないのもYはめちゃくちゃ好き。勝手にちびないイメージあったけど結構身長高いんやろ。ご視聴ありがとうございました。